現場では複数の建物が倒壊しており、地震により崩れかけているものや瓦礫の山になっている建物のほか倒木もあります。地震から自分や家族の大切な命を守るため、あなたは身の守り方を知っていますか？家具を固定するなどの安全対策を行っていますか？はい、終了しました。すごいすごい、リアルで、リアルで、そうだよ、マジそこだよね、マジそこからだね。